簡易郵便局。簡易郵便局とは、郵政民営改前に郵便局の窓口事務を、地方公共団体や、組合、個人等に委託していた郵便局のことで、現在は、日本郵便から委託された事業所を指す。2007年、平成19年9月までは、日本郵政公社、以下、公社というが、委託元となっていた。公述の問題から、 簡易郵便局は、郵政民営化実施前に廃止されるか、実施時に、郵便窓口業務再委託業者、郵貯銀行代理業者、官保生命保険募集代理店、またはこれらを兼業する営業所へ転換したが、業務内容や設置方法等が大規模に変わった。郵政民営化実施後も、実施前の簡易郵便局と同様の業務形態と、する営業所は、 関郵便局の名称は継続して使用されている。関郵便局は全国に約4000局ある。郵便窓口業務再委託業者という名称は、高齢や日本郵政グループ各社が公式に使用しているものではないが、口実の問題から適切な名称が公式にないため便宜上これを使用する。2012年、平成24年5月に、 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律、平成24年5月8日法律第30号が交付された完全施行は、交付から1年以内。この法律が完全施行されるとき、簡易郵便局法、郵政省、郵政事業庁時代、郵政窓口事務の委託に関する法律、日本郵政公社時代、郵便窓口業務の委託等に関する法律、 郵便局式会社時代と変遷してきた昭和24年6月15日法律第213号の題名は簡易郵便局法に復帰する。この新しい簡易郵便局法では日本郵便株式会社から受託した窓口業務を行う施設を簡易郵局という。日本郵政公社課前の簡易郵便局法では本来国が直接行わなければならない事務を 委託した方が適切と認めた時にできるものとされて、いたが、校舎家事の改正によって、郵便局の窓口事務を委託した方が運営上、適切、経費節減、リストラであると認めた時という基準に変更された。利用者数や参観部、損益の有無はその基準とはされていなかった。受託できるのは、以下のものに限られた。校舎が、総務大臣認可基準に従って締結した。 郵政窓口事務の委託に関する法律施行規則、昭和24年7月14日、郵政省令第7号、第2条により、以下の通りであるが、後者は業務の運営上支障があると認めるとき事務の全部、もしくは一部を委託しことができることとされていた。団体取扱い、財形貯蓄を除く、自宅事務に従事する者は、みなし公務員とされた。農業協同組合。 漁業共同組合、消費生活共同組合の事業、施設等の利用は、本来、組合員、準組合員に限定されるが、法律上受託者は、組合員以外にも公平に利用させる義務があったので、組合員以外も普通に利用できた。郵便切手、飲酒の販売については、郵便切手類販売所等に関する法律、昭和24年法律第91号による、 郵便切手類販売者とみなされた。切手類の販売に関しては、コンビニ等の売りさばき所と同じ扱いであり、受託者が後者から買い受けたものを販売する。一定期間分を後日支払うというような売りかけではなく、また貯金の扱いも2件で数十円ということから、受託者の負担が大きいという指摘があった。開配その他の情報は、 その簡易郵便局局頭に掲示されるほか、公社のウェブサイト上に公表されていた。郵政民営化により、簡易郵便局は次のように変わった。郵政民営化による根拠法の改正の詳細は、郵政民営化も合わせて参照のこと。根拠法は、郵便窓口業務の委託に関する法律に改大された。これは、郵便事業株式会社から、 郵便局株式会社への郵便窓口業務及び、印紙の売りさばきに関する業務の委託ならびに、その際委託に関するものになり、郵便局について定めるものとなる。郵便貯金、簡易保険等事務については、本法から削除された。郵便局株式会社が、郵便事業株式会社から、郵便局株式会社法で委託させられる、範囲内の業務を、 郵便窓口業務再委託業者に委託する方法以下再委託というとなる。同法第2条により再委託される窓口業務は次の範囲である。小包、u パック等は郵便法の郵政民営家事の同時改正により郵便物ではなくなったが郵便物の引き受けに付随する業務なので受委託できる。同法第3条第2項により 地方公共団体は、地方自治法の規定に関わらず、この法律の定めるところに従い、郵便局株式会社の再委託により、委託業務を行うことができる。第3項で、組合は、当該組合に関する法律の規定に関わらず、この法律の定めるところに従い、委託事務を行うことができる。第9条により、受託者が組合である場合に限り、 上記の委託業務範囲内において、当該組合に関する法令の規定に関わらず、組合員以外の者に対しても、公平にへ義務を提供しなければならない義務を負うが、地方公共団体並びに、組合以外の受託者はその義務を負わず、各受託者の裁量に任せられる。なお、これは、同法、第2条に掲げられてある範囲に限定されているので、 この法律によらずに受託した者には適用されない。民営課前同法第10条第1項は、受託者は公共の利益のため、誠実に自ら委託事務を行わなければならない。とのあったが、これは削除された。これにより、受託者は特定の者の,の利益になるように業務を行うことや、他人に委託させても違法ではなくなった。郵便局株式会社は、 総務大臣の認可を受けて定める基準に従って、郵便局株式会社の指定する場所において、再委託業務を行う契約を締結しなければ、ならない義務を負うことになる。郵便局株式会社は、委託業務を行う必要がある場合において、その業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い再委託することが、できる。 みなし公務員規定が削除される、同法不足第70.71条により、簡易保険事業の募集に関する事業については、承継計画に、承継後に、その簡易郵便局に業務を行わせることが入っている場合に限り、特例として、現行法令の基準等に関わらず、簡保生命保険を所属保険会社とした特定保険募集人として登録をしたものとみなされ、 その業務を行う受託者の役員、使用人は、承継計画に、承継後に、その勧誘便局で、生命保険募集員として従事することが入っている場合に限り、特例として、現行法令の基準等に関わらず、かんぽ生命保険を、所属保険会社として、生命保険修院に登録をしたものとみなされ、保険業法、第281条に定める手数料を、 収めなければならない。同法不足第74条により、受託者が組合である場合に限り、その組合が郵便窓口業務等受託者である間は、経過措置として、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、5から7は前日の特例により銀行代理店、生命保険募集員、証券仲介業の各登録を受けたものと、 承継計画により見なされる場合に限られる。この場合は、同法第9条の規定が適用され、自宅者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定に関わらず、組合員以外の者に対しても、公平に駅務を提供しなければならないこととされ、組合員以外も原則利用を可能である。1、上記のように、同法委託範囲内であれば、 院外利用が可能であるが、方法や契約方法によっては、不可能となりかねない場合がある。この公平利用規定は、規定に基づきその範囲内で委託した業務に限られ、組合が直接各社と契約して、範囲外の業務をする場合には適用されないため、注意が必要である。政協以外の組合であれば、院外利用制度や、準組合員制度を利用することもできなくはないが、 営業地域内の通勤者、住民や法人等に限定されている上、その組合の方針によっては、全面、部分的な利用規制、残高制限等を行う場合もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。